人間の10倍もある馬と一緒に何かを成すわけなんですけど、勝ちをつかむっていうのはもう何にも代え難い喜びですね。今回はデビュー16年目にして悲願の G1 制覇を果たした騎手の物語。サラブレッドと見る夢。茨城県にある競走馬のトレーニング施設。ここに多くのホースマンから慕われるジョッキーがいます。丸田恭介さん。後輩からもいじりやすい存在だなと思ってありがたくいじらせていて。先輩だよなんて呼んでる。丸ちゃんだよね。だよね。一レースごとにすごい時間かけて研究してるんで、その熱量がすごいなと思います。競馬とは縁もゆかりもない家庭で育った丸田さん、騎手を目指した理由とは。友達と競馬見たりダビスタやってるうちに、まあいろいろサッカーとかいろいろやってたんですけど、一番やっぱのめり込んだのは競馬で、ジョッキーと馬走ってるだけですごくかっこよく見えましたし。乗馬経験がほとんどない中、一浪して競馬学校に入学。周りはほぼ乗馬経験者という中、技術不足で留年も経験しました。騎手デビューを果たしてからは宗像義忠調教師のもと腕を磨いてきました。デビューの頃はまだなんていうかレースに参加できないっていうか、そうです、ね、コーナーはうまく回れないし僕の技術不足でそれこそたくさん迷惑もかけたと思いますし。それでも一頭一頭ひたむきに馬と向き合ってきた丸田さん、その努力が実を結んだのが宗像調教師の管理馬ナラウフレグと挑んだ G1 レースでした。8番人気ながら先頭でゴールを駆け抜けたナラウフレグ。丸田さんはデビュー16年目にして初めて G1 を制覇。宗像調教師にとっても開業30年目での G1 初勝利となりました。師匠の宗像調教師と共に掴んだ G1 ですね。はい、まあ、それがやっぱり一番嬉しいです。はい、宗像調教師にようやく恩返しができたという丸田さん、ホースマンとしてのこれからの夢は。一個ねをG1 勝たせていただきましたけど、この先もあと1年半ですけど、その中でいいレースが一緒にできたらなと思ってます。一つでも勝ち星をね上げてリーディングの上位で戦えるようなジョッキーになっていってほしいですね。